収録のスタートです。シグナルに注目。戦いの火蓋が切られた。まずトップに出たのはサンコスマグナム。この後ゴーゴー周回遅れでリタイアだ。接戦状態だ。トップは4コース、ホワイトのマシン。サンコスすぐ後ろからトップを追いかける。ファイナルラップに入った。トップは誰だ、カップは誰だ。一歩勝利。どのマシンも素晴らしい走りだったぞ。